希少なスペーサイドのウイスキーを1年に一度だけ特別にボトリングするシリーズシークレットスペーサイドが今年も販売されます。今回は4つの蒸留所より長期熟成のウイスキーが5本販売されます。最低でも26年熟成という最近のウイスキー市場ではあまり見ない長期熟成のウイスキーたちを紹介していきます。すべてのウイスキーはカスクストレングスでノンチルでボトリングされており、アルコール度数はバッチごとに異なるため詳細は明らかになっていません。まずはグレンキースです。シーバスブラザーズ社が建設した初めての蒸留所であり、もともと蒸留所オーナーであるシーバス社のブレンデッド用の原酒の供給のために作られました。グレンキースで作られた原酒はシーバスリーガルをはじめパスポート100パイパーズ、ロイヤルサルートなどのキーモルトに使用されており、シングルモルトとしては目にすることはほとんどありませんが、ブレンデッドウイスキーに積極的に使用されていることから、実は間接的には飲んだことがあるであろうウイスキーです。そんなグレンキースからはオフィシャルリリースの中では過去最長の31年の熟成年数となるウイスキーが販売されます。グレンキースは1999年から2013年まで蒸留所が閉鎖されていたため、閉鎖前の貴重なウイスキーが楽しめそうです。ファーストフィルのアメリカンオークタルで熟成されたこのウイスキーの参考小売価格は134,200円です。公式のテイスティングノートは次の通りです。甘さと柔らかなスパイスの完璧なバランス、ラズベリーの香りがピリッとしたマンダリンと混ざり合います。口に含むと自家製アプリコットジャムとジューシーなプラムのフレーバーノートが、ダークチョコレートとスパイシーなジンジャーのテイスティングノートによって補完されます。余韻は豊かで長い。続いてはキャパドニックです。グレングラントの第二蒸留所として1898年に設立され、1902年に一度閉鎖、その後再開を果たしますが、所有権がペルノ・リカールに移り、2011年には取り壊されてしまっています。実は1977年までは名前すら与えられなかった蒸留所ではありますが、今ではカルト的な人気を誇るウイスキーの一つとなっています。そんなキャパドニックからはファーストフィルアメリカンオークタルで27年の熟成を経たウイスキーと、ピーテッドバージョンでアメリカンオークタルで27年熟成されたウイスキーの2種類が販売されます。ノンピートタイプの参考小売価格は 126,500円で、ピーテッドタイプの参考小売価格は 157,000円です。公式のテイスティングノートは次の通りです。まずはノンピートタイプから、新鮮なジンジャーとピリッとしたレモンの香りが、クリーミーなミルクチョコレートのノートと見事にバランスが取れています。フルーティーなフレーバーノートが口の中で強化され、リンゴとブラックベリーが感じられ、長く甘い余韻が続きます。次はピーテッドタイプです。スモーキーでフルーティー、ピートの豊かな香り、ジューシーなピーチとオレンジミルクチョコレートのフレーバーノートと見事にバランスが取れています。余韻は長く甘いピートの香りがあり、シナモンのスパイスの香りが感じられます。続いては日本初登場となるウイスキーです。ア・ブラックカランという名前で販売されるこのウイスキーは、ダル・ユーインの第二蒸留所として作られたインペリアル蒸留所のウイスキーとなっています。このインペリアル蒸留所はわずか46年という短い稼働期間でした。アグラック・カランという名前はゲール語でカロンの小さな谷からを意味しています。ファーストフィルアメリカンオークタルで27年間熟成されたこのウイスキーは、参考小売価格11万円で販売されます。公式のテイスティングノートは次の通りです。熟した洋梨、蜂蜜、バニラカスタード、チェリージャムの香りを組み合わせた信じられないほど甘い香り、フルーティーなフレーバーノートが口の中で強化され、赤いリンゴ、ブラックカランとオレンジチョコレートのヒントがヘーゼルナッツとレモンの霧雨と混ざり合います。フィニッシュは甘くてほんのりスパイスが効いています。
最後のウイスキーはグレイバルです。もともとはブレイズ・オブ・グレンリベットという名前でしたが、あの有名な蒸留所との混合を避けるため1994年にブレイバルと改名しています。スコットランドで最も標高が高い場所にあるこの蒸留所からのウイスキーはファーストフィルアメリカンオークタルで26年の熟成を経ています。参考小売価格は 78,100 円で販売されますが、残念ながらこのウイスキーに関しては日本国内では未発売となっています。公式のテイスティングノートは次の通りです。マンゴー、ココナッツ、ピーチの強烈な香りを伴う信じられないほど甘い香り、オレンジの皮のヒントを伴うフルーティなフレーバーノートが口に広がり、甘くてジューシーな余韻が長く続きます。以上となります。すべてのウイスキーは4月22日より順次出荷が開始されるようですので、この1年に一度だけのリリースを逃さないように要チェックですね。